ただいま。部屋はこんな感じですね。引っ越し3日目なんで、これはちょっと許してください。1DK の25平米ですね。築40年ですね。ちょっとまた、いろいろ家具とか揃ったら、ルームツアーとか、結構皆さん、なんか、不可の、インテリア参考にしてますっていう方結構いらっしゃるみたいなんで、まあまた揃ったらしっかりやろうかなと思います。とりあえず今はもう、これくらいにしておきたいと思います。で、今から顔写して撮影するんですけど、風呂入ってないんで、ずっと髪ギットギトで風呂入りたいんですけど、電気つかないんですよね、なぜか。トイレだけで、ここユニットバスですね。前回は女の子用必須項目としてバス、トイレ別っていうのがネットに載ってたんで、まあ別のとこ選んだんですけど、まあ深は一人なら全然ユニットバスでいいかなと思ってユニットバスにしました。どうも、深川です。あ、前回の動画じゃなくてイベントで、次の動画でこれ使ってくださいって視聴者さんにもらったんで使います。確かミスドのバイトをしてた方でした、ね。じゃあ今日はこれでいきたいと思います。で、食べ物は熊本とか大阪仕事とか帰省で行ってかなり太ったんで、今日はこのドンキのゼロカロリーゼロ、あ、ゼロカロリーじゃないや、低カロリーゼロを2つ食べたいと思います。で、まあタイトルにある通り、まあストーカーさんがいらっしゃったんですけど、引っ越した理由はストーカーさんがいたのと、まあ、もう一つあったんで、今日はストーカーさんの話と、もう一つの理由、二つをちょっと話していこうかなと思います。食べるものがないんで昨日の夜使った箸で食べます。じゃあまずストーカーさんの話からしていくと、前回のあの広めのマンションに引っ越してからもう2週間ぐらい経った時に、マンションのすぐ近くのセブンイレブンで会ったんですけど、初めてセブンイレブン会った時は自分がお会計してて、で後ろに並んでて、あ、深川さんですよねみたいな感じで話しかけて、あ、そうですみたいな感じで、まあ、よくある会話、あ、いつもありがとうございますみたいな、あ、見てますみたいな感じで話して、お会計終わったら、あ、すいません、ありがとうございましたって言って、まあいつもちょっと早歩きで逃げる感じで出るんですけど、その人は自分がお会計してその人の番だったんですけど、その自分のお会計の商品を商品棚に戻して僕を追いかけてきて、ここら辺に住んでるのみたいなことを聞いてきて、あ、最近引っ越してきたんですみたいな、でもう何か忘れたんですけども質問攻めをしてきて、結構しつこいぐらい言ってきて、結局自分のもうその日にマンションの前までついてきたんで、マンションはもうその日にバレちゃったんですよね。
で、もうそれから週間に2回ぐらいはマンションの前で会うようになって、なんかその人の口実、言い訳としてはなんかいつも犬と散歩してて、犬がこのマンションの前が好きだからっていう理由でずっとそこにいるらしくて、なんかまあだからしょうがないみたいなことを僕に言ってきたんですよね。で、正直それぐらいだったら、まあ全然許せるというか、別に僕は不快には思ってなかったんで、ちょっとやばいやついるなぁと思いながら、まあ自分もやばいやつなんで、まあこんくらいされてもって思ってたんですけど、その後からなんか出待ちみたいのをよくしてるんですけど、遭遇した後に自分が車の方に行くと、今日ちょっとどっか連れてってみたいな、結構僕のお母さんよりちょっと下ぐらいのお姉さんなんですよ。もうほんと100メーター先のスーパーまで乗せてってとか言ってきて、で本当にその時は嫌いでもうざいとも思ってなかったんで、おばさんを100メーターとか乗せたりしたんですよね。からなんか自分がそれをやったせいか、なんか僕なら何でもするんかなっていうぐらいのことをなんかしつこく言ってきて、インスタの DM とかでも LINE 教えてとか、 LINE の QR コードとか電話番号を僕は何も言ってないのに送ってきたりしてきて、あーこの人ちょっとやばい人かなーとか思いながら、まあそれでも 1-3ヶ月ぐらい、まあ、同じような感じで、まあ、毎週犬が泊まってる体で、まあ僕のマンションの前にずっと いたんですよね。で、ある日自分がマンションに車で帰ってきたら、で車の中でなんか携帯を触ってたら、ちょうどその犬を散歩しながらそのお姉さんが歩いてて、でわ来たと思いながら見てたら、もうあからさまにその自分がそこで止まってるんですよね。犬が止まったわけでもなく、で携帯ずっと触ってて、うわこれ俺が今行ったら絶対また長いこと絡まれるわとか思いながら車の中で隠れてたら、1時間ぐらい帰んなくて、結局もうそのまま会うのめんどくさかったんで、そのまま一人で温泉に行ったっていうこともありましたね。いろいろなんか車の写真撮らせてほしいとか、自分サラリーマンなんでだいたい朝出る時間とか決まってるんで、お姉さんもまあよくコーヒーとか持ってて、よく待機してくれて、まあそういう、なんて言うんだろう、エスカレートしすぎない程度の、まあストーカー行為っていうのが、まあ、そうですね。引っ越して4ヶ月ぐらい続いて、それまでは本当にゾワッ、うわ、こいつやばいなとか思いながらも、なんか本当に、うわ、やばいみたいな、怖いっていう思いはしたことなかったんですけど、まあ今から引っ越す2ヶ月前、10月初めぐらいの時に、なんか今までこのマンションの2階に住んでるっていうのは、まあ、話の流れで言ってきたことあったんですけど、2階の何号室に住んでるのってのを、まあ、自分に聞いてきて、でうわっって思って、ついに来たと思って、ちょっと正直自分もちょっと怖いって思ったんで、適当に208って言ったんですよね。本当は201だったんですけど、208ですって言って、でその日はそこでちょっと逃げて、でその後すぐに、うわ208って自分が言った後言ったってことは、208の人にもしかしたらそのピンポンとかなんか迷惑行為が来るかもしれないと思って、まあ次会った時でいいかなと思って、で結局4日後ぐらいにまた、まあ、会ったというか下にいて、でまあいつも通りに、あ深川くんみたいなと話しかけてきて、で自分が208じゃなくて201ですっていう旨を言おうとしたら、深川くん昨日208号室に私の分と深川くんの分のご飯持って行ったんだけど、いなかったよ、いなかったじゃなくて208号室自体がなかったけど本当はどこなのって言われて、もうその言葉を聞いた瞬間、あもうやべえと思って、で208がダメだったから、まあ、僕が嘘をついて802って思ったらしくて、で802もピンポンして、でピンポンしたら、まあ女性の人が出て、
違いますって言われたって僕に言われたんで、でそれ聞いた瞬間本当にゾワッというか、まあ、初めて女性に対して怖って思った瞬間でして、なんか正直今までストーカーとかされてもこんな僕男で巨人なわけでパワーで負けることはまずないと思いますし、もうワンチャン可愛い女の子がストーカーされたら、まあ俺得だなとか思ってたんですけど、まあその言葉を聞いた瞬間うわゾワッとして、で正直すいません、これを多分そのお姉さんが今見てると思うんですけど、ちょっとあれ以降怖くなって、ほぼもう会釈程度で、ちょっとかなり失礼な感じだったんですけど、会釈程度でなんか退けるような対応をしてしまいましたね。まあそっから2ヶ月間はもう1ヶ月前にこの家に引っ越そうと決めて、結構やっぱ待機してるんですけど、もうあからさまにこんな感じでもう避けてましたね。なんでそれが引っ越した一つの理由ですね。ここに引っ越した理由二つ目としては、動画であった通り、あの結構 1LDK の50平米で、まあ、家賃15万ぐらいだったんですけど、シンプルに僕の身の丈に合ってないなと思って、正直あの時なんか YouTube がなんか結構伸びて、まあ、初めての体験でなんか、まあ、チヤホヤされたりして、心の奥のどっかで、まあ、このままだったら多分彼女できるっていう自信っていうのが正直あったんですよね。あんなふざけた動画を出しながらも、これはいけるぞって思ってて、でも結局仕事して YouTube して、まあ、全く今までの、まあ、高専生活からの女性絡みっていうのは変わらずに、まあ、たまにマッチングアプリで会って、まあ、失敗して1回目成功しても2回目で終わったりっていうのが、まあ、続いて、その YouTube 関連で知り合った女性ともうまくいくわけでもなく、結局あの家に女性を連れ込んだのはなかったですね。広いキッチンもあったんですけど、キッチンでを使うこともなく、 1LDK のリビングでなんかパーティーをするわけでもなく、ただ家に帰って YouTube 見て酒飲んで、で布団でしこって寝てっていう生活してて、これどう考えても深川の身の丈に合ってないなっていう、宝の持ち腐れだなっていうのがあったんで、でも今回は築40年のアパート、あ、タワーマンションに引っ越ししました。なんでまあこのタイトルにはストーカーさんがいたから引っ越しましたって言ってるんですけど、まあ本当はその2つですね。そのマンションが身の丈に合っていい生活ができてたらストーカーさんがいてもわかんないですけど、まあ住み続けてたっていうのもありますし、まあ逆にストーカーさんがいなかったら、まあ身の丈に合ってなくても住み続けてたっていう可能性はあるんで、まあ引っ越した理由としてはその2つが主な理由です。ということで、男性、まあ女性はストーカーは多分怖いと思いますけど、まあ僕みたいな性格の男の人でも、まあなんだろう、そうやって怖いなって、ゾワッとする体験することはあるかもしれないんで、まあ皆さん気をつけてもらえればいいなと思います。あと、その、ストーカー、お姉さん、まあお姉さんっていうかまあおばさんなんですけど、今まで結構なんかコーヒーとか、まあ主にジョージアのコーヒーをよくもらってたんですけど、まあありがとうございました。まあそれと同時にちょっとまあいい人なんだろうけどちょっと怖い部分もあったんで、まあ気をつけた方がいいと思いますよ。はい、ということで今日は新居から初動画でした。またこの新居で動画を撮りたいなと思ってるんでよろしくお願いします。ではまた。